FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。時刻は午後5時を回りました。はい、この時間は 79.7MHz FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けします。はい、水曜日の担当は FM ギノワンスタッフのメグと、はい、陽気無邪気漢字弱者のセイントこと岸本聖也と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この後6時まで生放送です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もですね、トロピカルビーチより放送しております。はい、はい、トロピカルビーチの真ん中にあります売店トロピカルハウスの中で放送しております。はい、見えますかね。ビーチの皆さん、こんにちは。こんにちは。こちらで放送しております。ありがとうございます。手振っていただきました。もう優しいですね。優しいですね。絶対もうつらかぎりですよ。はい、絶対、はい、よかった今日はねちょっとねだんだん曇ってきてるんですけども、はい、天気まだ持ってるのでね、はい、はい、海で遊んでる方ぜひあのこちらの昨日あのブースの方にも遊びに来てください。うん、雨降ってもね、泳げんくなったらこっちに来ればいいから、うん、そうですよ。うん、来て相手の方に来て、うん、来てよね、そしてですね、今日とっても素敵なゲストさんも後ほど紹介しますので、はい、はい、お聞き逃しなく、はい、ということで今日の、テーマなんですけども、はい、ゲストさんにちなんで今日のテーマ、はい、CM そうですねにしたいと思います。 CM テーマで、はい、CM のテーマで、はい、好きな CM ソングとかね、好きな CM、ね、とか、うん、思い出とかいっぱいありますね。思い出とかあれば教えてください。はい、はい、今日もたくさんのメールメッセージお待ちしております。お待ちしていますよ。メールアドレスは797@fmgino1.com 数字の797@fmgino1.com までお願いします。そして FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送もお楽しみいただけます。はい、パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリスンラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリリスラジでお聞きください。そしてツイキャスの方はですね、ツイッターと連動してますので、はい、どんどんコメントがね見えてますけども、コメントお願いします。はい、たくさん来ていただいてありがとうございます。さあ今日のですね、はい、はい、ここでパワープッシュアーティスト、今月のパワープッシュアーティストは三浦貴さんということでご紹介しましょう。はい、三浦貴さんは、北海道出身の、シンガーなんですけれども、今現在ですね全国各地で活動していらっしゃいます。はい、せやくんも大好きな貴さん。そうなんですよ。また三浦貴さんの投票もしてますから、はい、うん、一票とかも。あ、そうですね、何でしたっけ、ね、あれは愛さん、なんか違う、なんか投票してますよね、いろんなアーティストのなんか、うん、今ねアーティスト投票が始まってまして、30日まで投票できるってことなので、うん、三浦貴さんのホームページチェックしてみてください。はい、はい、それでは曲いきましょう。三浦貴で一つの星の中で。ツーキャスの皆さん、コメントありがとうございます。いやー、コインもありがとうございます。あ、コインもありがとうございます。ありがとうございます。もうすでにコインがなんですね。ネムタスさん、あ、ネムタスさんいらっしゃいいらっしゃい。ブラストさん、ありがとうございま す。そしてアルファイングケインさん、こんにちは、ありがとうございます。テーマ書いていただいてます、ありがとうございます。ゴッド先生丸さん、あ、これはさっきのね続きで健康診断ありがとうございます。健康診断の番組から来ていただいてありがとうございます今外にね、あ、来ていただいてます。シグナルさんもうコインがたくさん、もう初めから、ありがとうございます。助かります。 ありがとうございます。ブラストさん早い。今日は CM というテーマでお送りしております。ネムトスさんは明日から2日間東京です。あ、そうなんだ。沖縄の方ですか。ではないですね。ではない、はい、何しに行くの。遊びに。遊びにかな。ゆうきさん、そうなんですか。後で紹介しましょうね。紹介しましょうね。はい、出たことあるの本当に。へえ、みんなすごいな。出たい自分も。ほんとだ。あ、東京遊びに行くんだって。へえ、
いいな。ぜひ沖縄にも遊びに来てください、ね、遊びに来てください。もう今もう梅雨はでもなんか晴れてますもんね。今年の梅雨ってなんか沖縄、うん、ずっと雨じゃないもんね。なんかそんなジメジメも感じないから、うんうんうん、嬉しいんですけどね自分今年は。あ、エコザイルさんハロハロありがとうございます。あ、エコザイルさんいらっしゃいませ、ありがとうございます。来てくださりコット先生丸さん昨日今度行きます。9月に9月、あ、9月予定なんですね。9月も ね、 ねここでやってるので。あ、そうなんですか。10月までいいですね。ビーチでやってますので見に来てください。今日もね観光客の人がちらほ ら、ねね、見えますね。外国人の家族の方がちらほら。いいな。木の陰からちらっと見ます全然声かけてくださいね本当ですよ。天気ここにある。今から雨だ。簡単だ今日、うん、積乱雲、積乱雲、積乱雲、うん、黒い文字だけでいいよ。太い太いとこで、うん、怖い。なんか竜巻もなんか、そう、この間ね、那覇で。FM ギノワンからサザンブリーズをお届けしております。さてこの時間はお天気と道路交通情報をお伝えします。お伝えします。はい、まずお天気お願いします。はい、お天気言います。はい、今日24日ですね。南の風のちやや強く、まあ、曇りですね。まあ、夜は、まあ、雨で、ところによると夕方から雷を、伴う雷みたいですね。雷が、そうですね、雨が降りそうですね。で、波が 1.5 メートルでうねりを伴うようですね。はい、で降水確率がですね、お昼の12時から夕方の6時までが 30% になっています。はい、そして18時から24時の時間帯が 60% になっていますね。はい、で気温ですね、日中の最高気温がですね28度になっています。暑いですね。はい、暑いですね。はい、明日25日南の風やや強くのち、北西の風やや強く曇りですね。明け方ですね、うん、までは雨ですね。ところにより雷もまた伴うみたいですね。明日は、はい、波が 1.5 メートルですね。後2メートルになるみたいです。はい、で、12時から6時ですね。これは朝ですかね。はい、うん、そうですね。はい、60% ですね、降水確率がですね。で、6時から12時がですね、昼の 30% になっております。はい、で、12時から、6時までが 30% になっております。で、18時の、6時の、12時ですね、24時 20% になっていますね。で、気温がですね、朝は最低気温が24度
ですね。日中が最高にが26度になっています、はい、でですね、沖縄本島地方では24日夕方から25日の明け方まで発達した積乱雲でしたっけ、うん、はい、読めた積乱雲のモットっての、落雷や突風、急な強い雨に注意してくださいということになってます。今日の夕方から明日の明け方までね、ちょっとでも降りそうですよね、なんかお天気が悪そうなので、はい、皆さん落雷突風気をつけてください。気をつけてください。では次に道路交通情報です。まず沖縄自動車道、現在ですね、上り金インターチェンジ付近で故障車が止まっておりますそして、下りの方ですね、喜車場バスストップ付近でも故障車が止まっております、通行される際は早めの車線変更をお願いします、はい、そして沖縄自動車道下り金インターチェンジ付近、こちらが工事のため、車線が規制されております。そして那覇空港道の上り豊見城インターチェンジ付近、こちらはですね、除草作業のため一車線規制となっております、うん、はい、ご注意ください。次に宜野湾市内の道路交通情報です。県道34号線大蛇名から前原に向けて、上り坂のところですね、こちらが長い渋滞が発生しております。また公営交差点付近、こちらも短い渋滞が発生しております。今から、帰宅の時間になるかと思いますので、気をつけて運転をしてください。はい。はい、以上、お天気と道路交通情報でした。それでは CM を挟みまして、ゲストさんをお迎えしたいと思います。FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております。この時間は、ゲストさんをお迎えしてお送りしたいと思います。はい、本日のゲストはこの方です。では自己紹介でお願いします。はい、はい、皆さんこんにちは。世界の CM フェスティバル沖縄事務局から金城です。よろしくお願いします。金城さん、よろしくお願いします。します。今日はですね、はい、世界の CM フェスティバル、はい、
ということで、金城さんにお越しいただいたんですが、まずこの世界の CM フェスティバルって何ですか？そうですね、はい、もうタイトルそのままなんですけれども、はい、世界の面白い、はい、そして感動する、そして考えさせるなどなどですね、世界でありとあらゆる国でコマーシャルがテレビで放送されてますね、はい、そのコマーシャルを一堂に集めてみんなで見て楽しもうというイベントがこの世界の CM フェスティバルです、はい、ここに集まるということなんですね。で、はい、世界のですから、これは世界各地でも開催されてるんですか？そうですね、もともとはですね、発祥は、はい、フランス、フランス、ね、はい、フランスが発祥で、まあ、アジア圏ですね、まあ、アメリカとかでも、はい、全世界各地で行われてまして、はい、で日本国内も全国キャラバンで北は北海道から南は宮古島まで毎年そうですね、大体15、6カ所ぐらいの全国キャラバンで回ってますね。はい、そうなんですね。でもうすぐなんと沖縄に来るんですって、はい、久しぶりの沖縄開催が決定しまして。何年かぶりですか？そうなんですよ、お待たせしました、3年ぶりなんですね。3年ぶりに帰ってきました、沖縄の方に。こんなに待たせちゃってごめんなさいすみません、そうなんですね。CM の鑑賞会みたいな上映会になるんですよね、はい、そうなんですよ、まあ、でもただの上映会の映画館のように座ってただぼーっと見るのではなくてですね、はいはい、もうあの面白いなら面白い、感動したなら感動したなど、リアクションをですね、うん、このパチパチという道具があるんですが、手でふーっとパチパチ音が鳴るおもちゃのようなものがある、そのおもちゃを手に持ってですね、はい、みんなでこう感動したらその都度パチパチを鳴らすというようなですね、みんなで盛り上がっちゃおうっていう、そうなんです。もうあの面白い CM の時やはりリアクションありますよ、うわーパチパチの音がすごいとかですね、なかなか鳴りやまないとかあってなのでただ見るのではなくて、うん、まあ、あのお客様も参加型、みんなで楽しもうという、ね、そういうあの素晴らしい雰囲気のイベントです。なるほど。今ですね、ケインさんからコメントが来てます。世界の CM フェス、はい、ACCCM フェスは見に行ったことがありますがどう違うんでしょうか、ご存知です？なるほど。世界の CM フェスティバルは、まあ、その名の通り、はい、世界各国の面白い CM などを集めて一堂に、まあ、みんなで見ましょうというものなんですが、はいはい、ACC の方はですね、あの全日本 CM 連盟、つまり日本国内、日本国内で流されたテレビコマーシャルの中で、まあ、あの賞とかを決めてですね、はい、でその上位の入賞作品を見ようというのが ACC なので、まあ、世界の CM と日本国内版の CM のフェスティバルということで、はい、まあ、2つに分かれているというふうに捉えていいかと思います、はい、なるほど。この世界の CM フェスティバルでも中にも日本の CM も入ってるんですか？あ、たまに入りますよ。たまに入ります、はい、ちょっとそれ楽しみですね。です、うん、日本の CM も流れる時もありますし、うん、はい、日本のメーカーが海外に進出して、うん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 、でその海外のコマーシャル制作スタッフがいわゆる日本の商品を作る、はい、日本の商品の CM を作るというようなものもあります。へ、はい、面白そうですね、うん、はい、であの日本の CM ってだいたい15秒とか短いんで、短いですよね、結構パンパンパンってこう進んでいく感じですか？世界の CM フェスティバル、世界の CM はですね、はい、いや逆に15秒はもうほとんどないと言っていいですね。ないんですか？はい、いわゆるもう日本からの、はい、日本の CM の感覚で見ると、はい、これはなんだ映画じゃないかとかドラマのワンシーンじゃないかというようないわゆる長いバージョン、やはり1分のものもあったり、もう1分どころかもう2分のものだったり、確か一番長いのは8分、8分のものが、はい、ありましたね。あのインスタントコーヒーで有名なあのネスカフェというコーヒーありますが、そのコーヒーの CM なんですけど、最後まで確か8分だったはずです、はい、でもほとんどコーヒー出てこないですよ。そうなんですか？ずっと列車がひた走るって感じです。そうひた走る列車をこう見ながら、なぜかその中でくつろぐ人たちが手にしているのがコーヒーっていうような形で、だんだん商品に落ちていくというようなものもありますね。なのでもう本当にあの見ていて飽きない、そしてあの最初から何の商品のコマーシャルかがわからないというのが多いです。
確かに、なんか日本はすぐバッタしますからね、すぐ商品商品ですね、もう15秒間しかないですからね、そうですね、もうこの商品いいよ美味しいよ買ってねとかっていうものになってしまうんですが、世界のコマーシャルは基本的にもう本当に最低でもまあ30秒とか1分の長いものが多いので、やはりあのじっくりと見せて、何なんだろう、ちょっとこうチャンネルを変えさせないというか、こう心を掴んで最後の最後のオチで、おこの商品のコマーシャルだったのか、なるほどという形でそこに感動が生まれ、商品の購買につながるようにというような感じですね。頭いい。すごい、そういった世界の CM がこうギュギュッと集まって、はい、ね、見応えがありそうですね。本当です。だって8分とかショートムービーですよ。ないですよ。そうです、まさにコマーシャルなのっていう感じです、ね、まさに。そして今回のこの沖縄でのイベント、見どころぜひ。はい、そうですね、はい、まあ、毎回ですね、あの、まあ、最新 CM を紹介するのももちろんなんですけれども、はい、この過去のコマーシャルだったり、はい、この比較をしてみるコマーシャルとかですね、はあ、似たような商品が世界各国だとこのような紹介のされ方をするというような比較で見せたりするものもありますし、あと今回その3年ぶりお待たせしましたというのもあるんですが、はい、なんとですね、あのスペシャルゲストを呼ぶことが決定してまして、もともとこのプロデューサーである、まあ、在日のフランス人であるあのジャン・クリスチャン・ブービエさんという方が、はい、その、まあ、プロデューサーそして MC として、まあ、メインでこのイベントの中でいろいろと解説とかをしてくださるんですが、そのブーベーさんをに加えてですね、はい、今回スペシャルゲストとしてイギリスのはい、APA というのがありまして、はい、APA って何ですか？ですね、はい、アドバタイジングプロデューサーズアソシエーションという 長いから頭文字取って APA と略してるんですね。すごく簡単に言うと、はい、イギリス国内のテレビコマーシャルなどいわゆる広告に携わる、うん、ことを生業としている方々の制作協会ですね、うん、はい、まあ、いわゆるその広告作りのプロフェッショナルが集まっている集団だと思っていただければ、はい、その APA というその広告集団の団体のですね、はい、トップであるスティーブ・デイビスさんという方がですね、なぜかこの沖縄に来てくださることが、トップですよね。トップです、トップです、はい、もう英国、まあ、イギリスのこの制作集団とは言ってはいるんですが、はい、あのカンヌ国際映画祭と同時に行われているカンヌ国際広告祭とかでのその常連なんですよ、このコマーシャルで名作としてこう選ばれる、選定される、グランプリを取るコマーシャルの常連のメンバーなんですね。なのでいわゆる世界水準、世界最高水準のコマーシャルを作っている協会と言っていいわけです。その世界トップレベルのクリエイター集団の上に立たれているスティーブ・デイビスさんという方がですね、はい、今回そのおそらくなんですが、そのお持ちになっている素晴らしい名作 CM の数々も携えて、はいはいはい、ゲストとして今回この沖縄の那覇公園の方にいらっしゃいます、はい、これが一番の目玉ですかね。はい、はい、すごいですね。すごそう。 APA ではどんな CM 作られてるんですか？そうですね、 AP 言葉でラジオで言葉でのもなんですがそうですね、まあ、APA で検索ってAPA で検索、まあ、名作としてはですね、はい、まあ、日本のメーカーなんですが、はい、あのホンダの、はい、ホンダのアコードという車があるんですが、はい、その車のコマーシャルは、うん、そのカンヌ国際広告祭でもグランプリを取った名作でして、はいはい、まあ、あのピタゴラスイッチのような形で、はい、車の部品がですね、次から次へと、次の部品次の部品へとこの動きながらリレーをしていく感じで、そのリレーがですね、終わった最後のオチがてんてんてん検索しなきゃいけないこれはそうです、ね、気になるよこれ、はい、APA、ホンダ、アコードこのあたりで検索するときっと、はい、見ることができるかと思います、はい、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんね、はい、うん、すごい、あの緊張さすごい分かりやすいですありがとうございます
もうあのこのイベントに携わって結構長いので、はいはい、もう毎回自分も楽しんでます、はい、楽しみですね、はいはい、そのですね、APA からスティーブ・デイビスさんも来られるという、こちらの沖縄での開催がいつでしたっけ、はいはいはい、来たる6月の7日水曜日、はい、場所はパレット市民劇場になります、うん、パレット小文字の9階ですね、はい、昼と夜の2階公演になってまして、はい、昼の部が1時半会場の2時開演、はい、そして夜の部が6時半会場の7時開演ですね、会場開演ですね、うん、失礼しました、19時ですねスタートとなっております。はい、こちらあのチケット取りたい場合はどうすればいいんですか。はい、チケットの方はですね、はい、E プラス、あのファミリーマートのファミポートから直接発券できる E プラスで、はい、世界の CM フェスティバルで探していただければ購入できますし、はい、あのその開催の場所であるパレット市民劇場の中にあるプレイガイド、リューボーのプレイガイドの方でも実際に、はいはい、チケット販売しております、はいはい、でまた E メールの方でもですね、チケットの予約が可能になっておりますので、はい、こちらの方はじゃあ少しじゃあスペルの方を言わせていただきますね、はい、はい、kaz.torikoshi@gmail.comとなっております、はい、こちらの E メールアドレスの方でもチケット予約受け付けております、はいはい、予約もできるということですね。はい、そうです、はい、そしてですね、宮古の方でも6月10日そして11日に開催されるということです。はい、はい、で、FM 宜野湾聞いてらっしゃる皆さんは沖縄の方がね、はい、近いと思いますので、ぜひ6月7日水曜日、うん、パレット市民劇場チェックしてください、はい、そしてそしてなんと今回、はい、リスナープレゼントをいただいちゃいました。ありがとうございます。見に来てください。これがですね、6月7日水曜日夜の部の、チケットプレゼントとなります、はい、こちらが5組ペア5組ペア5組、はい、はい、10名様にプレゼントということになります、うん、ですね、また来週の水曜日まで1週間こちら募集をしたいと思いますので、はいはい、ご希望の方はメールアドレス 797@fmginowan.com までリスナープレゼント希望、こちらの世界の CM フェスティバルチケット希望とご明記いただきまして、そして、お名前連絡先を書いていただいて、あと番組の感想もぜひお寄せください、うん、はい、そしてまたあの当選者はですね、こちらからご連絡をさせていただきたいと思いますので、ぜひどんどん応募してください。はい、はい、本当楽しみですね、世界の CM フェスティバル。そうですね、見に行きたくなりました、はい、感動系とかは、うん、感動系もありますね。あ、いいですね。はい、思わずこのハンカチを手にして、はい、見ていただきたい CM も数多くありますね。もちろんあの笑いのこぼれる楽しい CM もありますし、社会派のちょっと考えさせられる真面目なコマーシャルも本当にバラエティに富んでますので、次から次へとこういろんなコマーシャルを一気に見ることができるイベントは他にないので、はいはい、ぜひお越しいただきたいと思います、はいはい、ありがとうございます。今日はですね、世界の CM フェスティバルより金城さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひ来てください。さあ、ここで一曲お届けします。ミワでシャイニー。はい、ツイキャスの皆さんありがとうございますね。ケインさん、わかりやすい説明ありがとうございますって。
回各国の CM で15秒バージョンはあまり見たことなかった気がします。おっしゃる通り映画っぽい演出が多いです。そうなんですね、ケインさん、世界の CM。 たくさん、はい、反応があって、野中の金の蛍さん、ありがとうございます。外には流してないんですけどね。あ、ツイキャスのこの画面の人たちに話してます。はい、FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております。今日はですね、はい、CM というテーマで投稿していきたいと思います。ツイ、はい、キャスの方コメントたくさんありがとうございます。ありがとうございます。なんかあの CM に出たことがある方結構いるみたいでびっくりなんですけど、ちょっと紹介してください。どの辺だったかな。そうですね、あ、ゆうきさんが、ゆうきさん、はい、はい、その1本だけですが、なんだろうこれ、ラ守護伝説、なんですかそれ、守護伝説という CM 出ていますって、 CM の最後に行ってきますって言ってる人が親戚のお姉ちゃんです。うわ、親戚、一同で出たんですか。え、それ出れるもん、なんかオーディションとかあるんですかね。どういう系で出たんですかね。ね、親戚のお姉ちゃんは QAB でしか放送してない CM に出ています。へえ、その親戚のお姉さんがなんかタレント活動とかしてるんですか。ああ、どうでしょう、そうなんだろう、面白いね。で、親子に同じ質問をした CM は感動します。どんなんだろう。あ、
あれが感動し、あれかな、あれですか、なんか YouTube で見たことある、あれかな、飛行機でお父さんとどっちと行きますかっていう CM がある、あるんですよ。それかな、違うかな、それかな。でもそしたら子供はもうみんなで行きたいみたいなこと言ってて、もうそれ感動した、その CM もちょっといいね、うん、その感動するよね。え、自分の思い出の CM は虫コナーズ、虫コナーズ踊ったんですよ。踊ったってどういうこと？あの虫はっていうのは玄関から、あるじゃないですか、もうババア、おばちゃんたちがおばちゃんたちが歌う、言い方に気をつけてください。そうですね、おばちゃんたちがもう可愛くの踊る CM があるんですけど、それを踊ったんですよ、 YouTube で。そうそう、それがちょっと思い出ですね、僕は。真似して踊ったの、こんなっていうラジオで伝わる踊ってます、踊ってますそれが自分はちょっといい、良かったなって思ってますけど真似して踊ったんだ、それは。虫コナーズ踊りました。わ、出演したらいいのに。本当にちゃんとおばさんの格好して踊りましたよ、高校の時に。うん、なりきって、なりきって踊りました。懐かしい。それまだ残ってるの？ありますよ。探そう見てみよう。それからエコザイルさん、そういえばキュービーの沖縄配送の CM でトラック5台走ってるのの一番前は自分が運転してます。そうなの？沖縄配送の CM よく見るよ。すごい、すごい。でも本当に運転してそう、エコザイルさん。運転してるんだ。似合ってそう。似合ってる、うん、だってね、トラック運転してるからね、はあ、仕事で。すごい、そうなんですか、うん、すごい。ちゃっかり出てるじゃないですか。はあ、いいな、いいな、なんか出たい。自分レモンティーの CM 出たくて。あ、好きだもんね。はい、もうレモンティーとココアでもいい、森永のもう好きなので、語れるぐらい毎日飲んでるからね。飲んでますよね、自分本当に毎回毎回、やっぱこれだねとか言ってやりたいんですよ糖分大丈夫かなってすごい心配になるんです。本当ですよねいつでも飲んでるから。もう甘党なので、ちょっとそういうお菓子系の CM 出たいですね、ちょっと。はい、ぜひぜひお菓子の CM に、お菓子の CM 起用してくださいお願いします。ね、メール来てますか？あ、メールちょっと見ましょうかね。あ、来てますよ。はい、はい、読みます。メグハロハロ、チュセイントくんハロハロ、今日は、黄金、あ、ゴールドクロスね、はい、ゴールドクロスは笑、エコザイル出すよって、テレビ CM はあんまりテレビ見ないかわからんって、うん、ラジオ CM は美ら海水族館の最後のセリフで、カズ、本物見に行こうかが気に入ったさーって、うん、それと面白シングル、ジングル、あ、ジングルなら、うん、マーヨーと、共作したのが最高だはず、うん、音源送ろうや、送ろうねって、じゃあ後からやって言ってますけど、マーヨーとのジングルなんでしょうかね、送ってくれたみたい。え、下にこれですか？ね、後でちょっと見てみましょうか。はい、美ら海水族館の CM、はい、私も好きです。これなんかお父さんと男の子がこう喋ってて、はい、でカズくんって言うんですけど子供がね、はい、でね、その子がその、お魚が好きで、魚の生態を、このお魚はこんなんでとか、全長何メートルでとか言って、はい、その知識だけをバーって言ってて、でお父さんが、カズ本物見に行こうかっていう、美ら海水族館にね。そうなんですか、うん、それ好き、私も。ちょっといい CM ですよね。見たことない、ちょ YouTube であるかな、見てみようかな、うん、ね、好きなラジオ CM でもいいですよ、皆さん教えてください。はい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 。シュプリームさんが、沖縄 CM で印象的なのは共同ガスのボンベ君と、内地から沖縄に来たら必ず耳にする青森ザンパ、うん、お菓子御殿ですね、よくあるよね。沖縄で流行った CM って、あの日ガス、日ガスって分かりますか？日ガス分かんない、私。分かんないですか？なんか あったんですよ、日ガスみたいな。日ガスなんかふなっしーみたいなで自分たまに何それ職場で、なんだろう、電話注文とかするときに、うんうんうん、もう日ガさんなんでしょうね、この人あ、日ガスみたいな
っていう人もいるんですよ。本当にちょっと病院行くかっていう人みたいな。電話取って東数ってこと、はい、なんかお客様のお名前ちょっと聞いてもいいですかって言った時に東数って言われるから、あじゃあ病院行くみたいな。お手手つないで病院行く。CM なんだそれは。えあれありますよね、 CM に東数って。え知ってる方いますか、沖縄の方。嘘でしょ。えあるよ。知らんかな。あ、そうそう、ガスの CM なんだ。そう、ガスの、ガスの知ってた。ああ、よかった、ありがとう。ケイさんもいなかった、ちょっとかね、かわいそうだった自分ちょっと。ケイさんありがとうございます。大丈夫か、こいつなんて会ってた。ありがとうございます。そうそう、それそれそれ、それ流行ってた。知らんかった、ヒガス。そう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 。これはヒロキさんからヘラパンツの CM が好きです。ヘラパンツ何それ、何ですか。ヘーラーがわかんない。ヘーラーがわかんない。教えてください。ヘーラーパンツって。で、ケインさん、思わず踊りたくなるテレビ CM といえば、はい、沖縄解放銀行の CM かな、はい。スタブナインの曲に合わせて、あ、そうそうそう、銀行員姿のチューニングキャンディーさんが踊り出す CM バージョンは、見る側の俺でも踊り出すさーって。知ってる？スタブナインさんの曲。わかんないですね自分。結構流れるね、あの楽しい曲ですよね。わかります。はい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 。ケインさん知ってた。他にも今日はこんにちはってバージョンもあった。ある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 、ありますあります。どんなノリなの。今日はこんにちは。今日はこんにちはっていう。ある。本当ですよね。本当 本当にこんな感じですよ。だから頭にちょっと入りますね。可愛いよね、キャラクターも。また今日はこんにちは。それはなんかもうちょっとあのガスボンベみたいな。あ、そうなんだ、はい、ちょなんかおじさんかお兄さんがやってるんだと思ってた。私なんだろう、ちょっとなんかちょっと語尾ガッガッっていう声がなんかわかるかな。じゃあ本当にそれそういう感じだよね。キャラクターがね、喋、はい、るんだ。はい、一応、うん、ガスボンね、そういう感じですよね。ガスボンベ。沖縄の CM って言ったらまた、あと米。うん、米の CM。米の CM と、うん、あとな、あのミスター金城がずっと頭から離れない。なんすか、ミスター。ミスター金城っていうやつ。知らん。なんですか。ポンチョ着てさ、はい、メキシカンみたいな人たちが踊ってるやつ。はっ、わかんないです。なんだろう、見たらわかるかな。わかるかな。ミスター金城。ミスター金城。うん。なんか名前ね、入れたがりますもんね、沖縄の人は。ああ、確かに。名前で覚える。大阪はそうでしたか。なんかそういう CM ってありますね。なんかこの地域だけの。もう大阪といえば、はい、関西電気保安協会ですよ。え、韓国語？韓国語じゃなくてイントネーションがみんなそれになるっていうね。関西人あるあるです、それは。そうなんですか。なんかそういう名前はなかったんですね。名前、関西電気保安協会っていう、っていう、はい、あの電気の保安部の CM が、はい、それを読ませるとイントネーションが関西電気保安協会になっちゃうの。なんか上がっちゃったりするんですか。そうそうそう、CM 551のある時ない時もあるね。そうそうそう、ひろきさん懐かしい。あ、さっきのね、はい、何だったっけ、ヘーラーパンツの、はいはい、CM の件で、不思議なパンツがあるんです。元気が出てくるカラフルパンツ、うん、三段腹でもセクシー、へそまで隠れる、いわゆるデカパン、ヘーラーパンツって内容の CM です。知らん。ローカルです。そうね、見たことない。 そのもの自体が何なんだろう。そうですよね。三段腹でもセクシー。え、これは女性のパンツ？デカパンらしいよ。あ、デカパン、デカパン、ヘーラーパンツ。へえ、分からん。面白い、そんなんがあるんですね。もうなんかどんどん CM 出てきますが、ね、はい、この後もどんどん募集をしております。はい、はい、じゃあここでですね、1曲お届けしましょう。これは新しい CM になるのかな、聞いたことがあるでしょうか。木村カエラさんでホリデイズ。
テルの CM。 そうホテルの CM。 カーユーさんこんにちは。カーユーさんもう一回元気ですか。元気、もう一回元気ですか。アーティストかな。ありがとうございます。中の銀の旗さん、ハイト一発のラジオ版。え、毎回ちょこっと笑える。あ、ラジオ版があるんだ。テレビバージョン見たことないです。テレビバージョンしか見たことない。そうですよね、うん、ラジオバージョンは見たことないですね、自分も、うん、ヘーラーパンツ気になるな。本当ですよね、うん、ちょ気になる。自分はさっきからヘーラー商品が気になる。気になりますよね。ちょっと終わったら終わったら見よう。終わったらちょっと検索しますね。はい、なんか CM でその商品のイメージ確定されるよね。されます、されます。はい、なんかソフトバンクとかはあれですよね、物語になっているから。うん、ソフトバンク？はい、あの犬のやつ。そうです、 AU とかまた物語系ですもんね。あれば物語系結構何年もやってる。長いですよね、うん、あれ、うん、白時計。あれ、あのワンちゃんって、うん、何匹もいるらしいよ。あ、そうなんですか、うん、あ、じゃあ一匹がやられてももう一匹がいるから大丈夫なんですね、うん、何代目っていうのがあるらしい。あー、そうなんだ。へえ。これは競馬の CM だったかな。あ、競馬の。ヘラはリズムに乗っての歌。うん、リズムに乗りたいけど曲がわかんない。わかんない。そう。え、キビマさん。あ。セント君金髪？もう一回。なんでやねん。髪が落ちてきたんですよ。だいぶね。落ちました本当に。だいぶ落ちたね。ちょっとシルバーっていうかアッシュだったんですけど、金髪になりましたね。え、ちょ。流れるかな。なんだろう。こっちのパソコンだからな。ジングル気になりますね。ちょっとん、聞こえないね。あ、聞こえてないですね。歌うまいですよね、本当に。上手。すごーい。リムラジオの作りましょう、自分たちの歌も。本当だ、リムラジオの聞こえてた。あ、そう、作ろう。すごいうまい。聞けましたね。エコさん聞けましたよ。聞けました。あー、これ降るな。降りそう。これも降るね。これは
はい、時刻は午後5時51分を回りました。サザンブリーズをお届けしております。 CM ね、たくさんコメントありがとうございます。ありがとうございます。本当にもうありがとうございます。あとね、さっき、はい、来た、あ、AKB ファンさんも来ました、ありがとうございます。めぐちゃん、セイントくんこんばんは。セイントくん金髪もう一回、なんでやねん今ね、金髪になっちゃったんですね。なっちゃったんですよ。前はちょっとシルバーだったんじゃないですか。シルバー系のちょっとアッシュみたいなだったんですけど、だいぶ金になっちゃいました。金になっちゃいましたね。1万かかりました。はい、かけちゃいましたね。かけちゃいましたね。ちょっといや、でも本当今だけよ。そう、もう若いうちにやっとこうと思って、うん、次青にしたいんです。青もう全身青くなっちゃう今日ちょっと青なんですよ、本当に。それこそアバターなのそうですよ。しかも最初に言ってたじゃないですか、アバターになりたいなって。自分はアバターになりたいって言ってたからね、うん、なりたいって言ってたから、もうこれはもう、もしかしたらもうすぐなれる、ワンチャンもうすぐなれますよこれ。そうですよ、若いうちだからね、本当ね。ね、うん、やっちゃいましょう。はい、さあ、ここで FM ギノワンよりお知らせをさせてください。はい、はい、FM ギノワンでは一緒に働くスタッフを募集しております。18歳以上でラジオが好きな方、ラジオ局で働いてみたい方、性別、経験は問いません。人と接するのが好きでやる気さえあればどなたでも大丈夫です。出勤日は月曜日から金曜日、時間は午後6時から12時まで、時給は714円からもちろん働きに応じて昇給します。出勤日時間は相談に応じますので、ぜひお問い合わせください。お問い合わせは098-943-0094までお問い合わせください。メールでも大丈夫です。 797@fmgino1.com です。まずはお気軽にお問い合わせください。はい、はい、全部当てはまってます、はい、やった僕は当てはまってます。はい、ぜひ楽しそうですよね。そういった方、はい、募集してますのでご応募ください。ぜひぜひ。そして今日は世界の CM フェスティバルさんから招待券をね、はい、5組10名様にそうですねいただいてます。はい、先ほどゲストで来られた、こちらの世界の CM フェスティバルが6月7日水曜日、はい、夜の部が、会場が18時30分開演が19時から、うん、そして場所がパレット市民劇場9階そうですね、になります。はい、はい、このチケットプレゼントしますので、はい、ぜひリスナープレゼント、どしどし、はい、ご応募ください。よろしくお願いします。さあ、もうそろそろエンディングの時間になってきました。はい、今日はね、ゲストさんもいましたしね、はいはい、ちょっと自分 CM で盛り上がっちゃった。今日はなんだろ もう世界って聞いちゃったので、うん、なんか変な緊張してましたね。なんででもフェスティバルなのでワールドなのでやっぱりちょっともうワールドできないなと思ってちょっと今日ねワールドでしたね、ちょっと気分がワールドでしたツイッターにトロピ来たらあのセイントワールド見せますよって言ったんですよ、ツイッターに見せてないよ今日セイントワールド。今日見てないよ、うん、もう来た向きだし、もう何がワールドなんだって、もうお前がワーだよって、もう本当にもうごめんなさい、本当にもうね、今日ちょっとね、天気予報もスムーズにいっちゃったから。そう、スムーズにいけてた、決めてました。なんかでも混乱したんですよ、自分ガチガチだった。ゲストさんが隣にいたから、そう、もうどうしようと思って、もう ワールドだから世界の人だからダメだ、やばいやばいと思ったなんの緊張も慣れてください、もうそろそろ慣れてください天気を世界に弱いんですよねはい、はい、ということで、はい、このサザブリーズ水曜日はここまでです。今日のお相手はメグとセイントでした。はい、また来週、はい、さよなら。ありがとうございます。さよなら。完全アバターですよね。もうやりたいですね、青色に。世界の戦力の2回目やばい。でも世界だからちゃんとやらなきゃって思ってたからちゃんとやらなきゃ今日ふざけることできないなと思ったからちょっとかしこまってた。かしこまりました。ダメ、似合わんかったわ自分にとって。それはまた来週。じゃあまた来週です。はい、ありがとうございます。